フロンテーポッド寄せへようこそ。金言亭馬吉です。ご将棋が何よりも大好きだというあなた、 AI シリーズで実力を試してみませんか？ AI シリーズは囲碁、将棋、麻雀と打てば打つほど、刺せば刺すほど強くなるパソコンゲームです。 AI シリーズ、詳しくは e フロンティアのホームページでどうぞ。ご来場でありがた御礼を申し上げます。あと一席だけお付き合いを願います。よく話の方で道楽なんてことを申します。飲む打つ買うとございます。これはまあ世界各国共通なんだそうで、で日本ではこの買うという道楽がなくなりました。まだあるよって方もございますけれども、まあなくなったんですね。まあ以前はってと吉原なんというところが大変に盛ってございまして、遊女3000人ごめんの場所なんてんで、ですからその自分の若い連中がいっぱいやっていい心持ちになるってえと、いい心持ちになったら行こうか、行こう、おめえも行くかい、あ行こう、おめえも、あ行こう行こう、誰も反対しませんな。みんなゾロ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 連れ立って出かけていく。まあその自分にはその自分らしいお話が残ってございまして、どうしたい製造の安兵衛は。それがね、なんだかわかんないってんですよ。え？お医者様は見ていただいたんですけどもね、まあご飯は食べないし、お薬は飲まないし、これはね、良くなるもんだってなりゃしないってんですよ。しょうがねえ、なんと、俺があれだけ飯食え、薬飲めって言ってんのに、あの野郎まだダメか。あ、わかったわかった。じゃあな、おめえもう一遍言ってな、いいか、飯を食うとか、薬を飲むとか、どっちかにしねってと、親方が恩出しちまうってそう言ってたって。そう言ってきな。そうですか。ああ見えてあれ本当に案外強情っぱいだからね。本当に。ちょいと。製造や。はあ。まあ、悪いのかい、はあ、今ね、お薬煎じてやってんだよ。お薬飲みな。薬は、飲まないんです。私は自分の病は自分で一番よく分かってるんでござんすから。あら、お前今なんて言ったい？自分の病気が分かるってそう言ったね。なんだ、だったら言ってちょうだいよ。え、どうが悪いの？そう言ってごらん。でもこれ言うとおかみさんきっと笑いますから。笑いやしないよ。人の病気を聞いて笑う、そんなみっともない真似しはしないよ。え、どこが悪いの？そうですか。それじゃあ申しますが、でも笑いそう。お前さんが笑ってんだよ。男らしく言っちまいなよ。申し上げます。10日ばかり前におかみさんのお使いでもって人形町へ行ってまいりました。その帰りに愚足やって蝦夷屋の前を通りますと、大勢の人だかりがございます。何だろうと思って覗いていましたら、五香のようなかんざしを刺した花魁の錦絵があります。私はそれを見た途端に背筋がゾクゾクっとしました。家へ帰ってきてもポカーンとしちゃって、なんだかおまんまが喉を通りません。頭がぼんやりしちゃって、塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃった。そりゃ大変だよ。ちょ、で、その、絵の女ってのは一体、どこの誰なんだい？立ってる人に聞きましたらば、姿海部屋の生代太夫だという、お大名の遊び道具で、我々町人は、顔を拝むこともできないんだって、そう言われました。いいんです。私はこのまんま、患って死にます。ちょっと死んじゃいけないよ本当に。そりゃいけないよ。私じゃダメだ、親方に相談しなくちゃならないけれどもさ、本当にしょうがない。いいかい、死んじゃいけないよ。今親方にね聞いてくるから。冗談じゃないね、うちの子ってな。ちょいとちょいと親方、生存の病気が分かりましたよ。なんだ
大方おめえ腹下しかなんかだろ。そうじゃないんですよ。姿エビ屋のね、幾代太夫にポートなっちまってるんですよ。早い話が恋煩いですよ。恋煩い？てめえの面を見てから煩いってそう言ってやんな、本当に。え？姿エビ屋の幾代太夫？俺だって顔見とくとねえぜ。あの野郎、一体どこで会ったんだい？それがそうじゃないんですよ。絵を見て惚れちまったんですってさ。絵を見て？冗談じゃねえなんて。どこまでおめでたくできてやんだ。あ、分かった。そういうことだったらね、俺が今すぐ行って、ちょっと直してきてやらん。どんしゃねえ野郎だ。おう、せぞ。親方ですか？親方ですかじゃねえや、この野郎。え？もう恋煩いだってな。お恥ずかしゅう。変な格好するな、本当に。え？姿エビ屋の幾代太夫だってな。すげえところに見当つけやがったな、この野郎。え？なんだおめえ。顔を見ることもできねえって、そう言ったそうだな。え？このまんま患って死ぬって、そう言ったそうじゃねえか。え？いいんです。私は、あの世で、幾代太夫を待っております。あの世で、幾代太夫と一緒になるんです。何を言ってやんで。行き先が違っちゃったらどうすんだよ。え？待ちぼうけ食ったらどうすんだよ。何を言ってやんだよ、あんたに。え？いいか？売り物に買い物だよ。前世だし会えねえことはねえや。親方、幾代太夫に会えるんだよ。会える会えるよ。え？その代わりめ生優しい銭じゃダメだ。どうだ、せいぞ。おめえ一年の間みっちり働いてみな。そしたらそのわしでもって俺が幾代太夫に会わしてやろうじゃねえか。幾代太夫に会わしてくれるんですか。会わしてやるよ。そうですか。治った。ほえな、おい。お腹が空きました。天丼三つ。おしょうがねえな、おい。大丈夫か。まあ、まあいいや。とにかく一生懸命働きなよってんで、さあこれから製造さん人が買ったようにくる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 、もう寝る間も惜しんで働き回る。一年という時間があっという間に過ぎてしまう。親方、親方。おう、なんで製造か。こっち上がんな。あの、親方に預けてありますお給金でございますが、いくらぐらい貯まりましたでしょうか。おう、ゆんべちょうど勘定したとこだ。え？塵も積もれば山ってんだよ。大したもんだ。13両と2分あったよ。そうっすか。あの、それこっちへ渡してもらいたいんですが。おう、構わねえよ。おめえのお足だからな。え？なんか買い物かい？買いたいもんがあるんです。何買うんだい？おいらん買うんです。バカ野郎、お前はそういう野郎だ。え？いいか、おめえいつまでもここにいられるわけじゃねえんだぞ。え？そのうちに所帯持たなくっちゃいけねえんじゃねえか。その足しになるようなものを買おってんならまだしも、おいらんってやつがあるか、本当に。なんて言ってるうちはおめえ渡せねえや。ちょうど言っちゃいけねえ。親方忘れちゃったんですか？一年前に私は患いました。その時に親方、一年の間みっちり働けばそのわしでもって幾代太夫に会わしてやるって、そう言ったじゃありませんか。忘れちゃったんですか？なんだおめえ、まだ覚えてたのか、そんなこと。え？いやいや、あれおめえ嘘だよ。嘘だったんですか？嘘だよ。あの時はおめえを正気づけようと思ってな、あえてああいうことを言ったんだよ。え？よしとけよしとけ、おめえ。ああいうところはな、どんなにおわしを出したって、え？顔をちらっとも見しちゃくれねえや。え？情けねえ思いをして一年みっちり稼いだおわしドブに捨てるようなもんなんだよ。ああ、やめとけ。よしときなよ。それじゃ幾代太夫には会えねえんですか？そうっすか。わかりました。それじゃあまた患っちゃおう。おい、そこで寝ちゃっちゃいけねえや。起きな起きなよ。え？しょうがねえな。どうしても生きてってのか。え？ついちゃな、ああいう大まがきな遊びは俺もよくわからねえや。え？あ、そうだ。じゃあ医者の藪市官に聞いてみよう。え？あらおめえ医者の腕はめっぽう下手だけども、こと上路会となると名人だからな。
おう、さだ、あ、いいか、医者の藪市か呼んできな。え、急いで行くんだよ。お前が急いで行けば向こうも急いで来るんだから。おう、先生、ご苦労さんでございます。さっさとどうぞこちらへ。いやいや、挨拶はと、挨拶はと。病人はどちらですかな。いや、病人はお前さんには見せない。見せたら殺されちゃう。なんだ殺されちゃうと。え、どうしたんです。うん、うん、製造さんが、はあ、行くよ大夫に。うん、うん、うん、いや、そんなに感心されても困るんですけどね。何しろそういうことになっちまったんですよ。これは良いお話であるな。あ、で、軍資金はいかほどかな。13両と2分。おお、そうですか。いやいや、いいお話だ。うん、いや、私はね、上路会と聞くとこう胸がワクワクしてまいってな。病人と聞くと頭が痛くなる。嫌な医者だね、本当に。とにかくね、お願いしますよ。まあまあ、今から言っても仕方がない。有形にまた迎えに参りますでな。それまでに製造さん、すっかり、あ、湯にでも行って磨いて、小ざっぱりした格好をさして、待っててくださいよ。あ、そうすか。じゃあ先生、一つね、お願いしますよ。待ってますから。製造、じゃあ今戦争、先生そう言ったろ。え、湯へ行ってお前ひげでも当たっていいから、じれってなんて早く行ってきなよってんで、製造さん駆け出すようにして湯へ行くんですが、なかなか帰ってこない。何してやんだろうな、あいつは。え、湯にやったんだよ。帰ってきやしねえじゃねえか。逃げたんじゃねえだろうな、あいつは。え、帰ってきた、帰ってきたよ。およ、なんだあの野郎、面から血が出てやんだ。ああ、製造どうしたんだおめえ、喧嘩でもしたのか。あんまり綺麗にならないもんですから、軽石で顔こすってみました。顔がなくなっちゃうよ、めんなとしたら。まあまあいい、こっち上がってね。え、そのみんな脱いじまえ、そんなもんな。え、さあさあ、この長襦袢着てごらん。え、寸法は大丈夫だと思うんだよ。うん、この長襦袢はな、え、俺の親方が俺にくれたんだ。え、その方が絞りになってるんだ。え、どうだい。うん、いいじゃねえか、ぴったりだ。え、着物着てごらん。うん、これは勇気だよ。勇気は芯がいいからな。え、どうだい、これもぴったりだ。え、帯締めな帯。え、旗の献上だよ。うん、俺何遍も締めねえんだ。どうだい、ばあさん。え、見てごらんよ。うん、孫にも一緒って言うけれども、なかなか様になったや。ああ、ああ、まあまあ。まあ、そこへ座れ。え、いや、おめえがな、さっき一年みっちり働いたわしを、一晩でもって顔を出してくれるかわからねえような女のために使うなんてのを聞いた日には、俺はどうももったいねえなと思ったよ。ああ、でもな、まあまあ、人間なんてな、無駄に生きてるようなもんだい。え、一晩でもってすっかり使ってきようなんてな、かえって江戸っ子らしくっていいや。ああ、さあ、ここにな、おめえが稼いだ13両と鈍ってわしに俺がちょいと足して15両って金が入ったら、え、さあ、すっかり使ってきな。いいか、一文たりとも残すんじゃねえぞ。すっかり使ってこい。受け取んな。ありがとうございます、親方。ありがとうございます。おい、泣くんじゃないよ、お前。泣いていくようなところじゃねえんだよ、あそこは。え、もういいや、そのまんまな、懐へしまっちまいな。うん、それから先生どうしたい。ああ、来た来た。先生どうも、あい、すいません。え、すっかり支度ができましたよ。ああ、さようでございますか。え、ああ、製造さん、うん、いいですな。え、若旦那前としてな、これなら大丈夫だ。それじゃ早速行ってきますよ。そうすか、先生、一つお願いしますよ。え、何しろこの野郎はね、何にもわからねえんですよ。え、きっとね、こっちの方もわからねえと思いますからね。え、一つ万事よろしくお願いします。じゃあいいか、先生、先生の言うことをしっかり聞くんだぞ。親方もお達者で、うん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 、よだな。とにかく行ってきなよ。さあさあ、製造さん、え、うん、どんな気持ちでいるんですかね。一年の間思いに思い、焦がれに焦がれているなんてな、すごいね。ついちゃうね、いいかい。月込屋の若い出店じゃねえ、これはさすがに向こうがあげませんから。今日はね、野田の醤油問屋の若旦那という触れ込みで参りましょう。おー、いいんだいいんだ、余計なこと言うことはない。お前さんは万事黙ってればいいんだ。ちょっとここで待ってなさいよ。あ、おかみ、おかみいるかい。おーい。あら、まあ、
竹庵先生じゃありませんか。どうしたんです、久しぶりですよ。嫌味は後にしてもらおうじゃないか。いや今日もね、またお客様を連れてきたんだ。まあ本当にいつもありがとう存じます。うん、野田の醤油問屋の若旦那。またちょこちょこ来ますがね、いや今日はちょいとね、望みがあるんだ。お見立てがあるんだけれども、行くよ太夫なんだけれど。いやいやいや、難しいのは分かってるんだ。最初からそういう顔されちゃ困る。え、どうだろうね、おかみの顔でもってちょいと話をしてみてくれないか。そうですか、行くよさんね。まあまあ、じゃあちょいと話をしてみましょうってんで、さあ行くよ太夫に話をしてみますってと、ちょうど体は空いてございます。また普段からお世話になってるおかみさんの子ですから、じゃあ出ましょうということになる。さあ製造さん、やっと本物の幾代太夫に会うことができた。一晩というのが瞬く間に過ぎてしまう。明くる朝になりますと、霧の隠し鉢のこっち側にちりめんの汗になった大きな座布団の上に製造さんちょこらんと座っております。朱の長裸のキセルに国分の定物をちょいっと詰めまして、てんで死を呼んだやつを、主おつけなまし、これ吸い付けタバコってんだそうですな。大変に色っぽい。ところが製造さんも頭がポーッとなっちゃってますからね、こいつはもうスパ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 火玉が踊るほどに吸っちゃって、頭がぼやいしたりなんかしまして、主今度はいつ来てくんなまし、また一年経ったらやってまいります。一年とは大層長いではありんせんか。一年働かないって言うと声はこらんないんでござんすよ。でも主は野田の醤油問屋の若旦那。おいらすいません、あっしは嘘をつきました。あっしは野田の醤油問屋の若旦那なんてそんないいもんじゃないんです。日本橋馬喰町三丁目つけ米屋六右衛門とこの若いもんで、製造と申します。一年前に花魁の錦絵を見て恋煩いをいたしました。その時の親方が、一年の間みっちり働いてみろ、そしたらそのわしでもって幾代太夫に会わしてやる約束をしてくれました。それから寝る間も惜しんで働いたわしが13両と2分、でもそれはゆんべすっかり使っちまったんでござんすよ。でもおいら明日と言わず今日から働いて、一年と経たないうちにきっとここへ参りますから、どうぞ足のことを忘れないでやっておくんなさい。嘘と見栄の渦巻く吉原で、腹の底から真実を打ち明ける製造の姿を見ておりました幾代太夫。主おかみはんはおあんなさんすか。いえ、そんなものはありゃしねんですよ。では主は二度とこの里に足を踏み入れてはなりんせん。そうですよね、ひどい嘘をついた。わかりました、もう二度とここへは参りません。あちきは来年の3月年が明けます。そうしたら主のところへ行きんすによって、あちきのようなものでもおかみはんにしてくんなますか。え、おかみはんでも仏はんでも。え、おいら今なんて言いました。おかみはんくんなます、くんなます、おお、くんなます。さあにっこり笑いました幾代太夫、奥へ下がるってえと50両という金子を持ってまいります。これは主と所帯を持つ時の足しにってんで、さあこの50両を懐へ入れるってえと、もう製造さんどこをどう歩いて帰ったかわけがわかりません。開けろ開けろ開けろ、おい誰か吠えてるよ、持ってて、あ、開けてやんな、開けてやんな。え、製造が帰ってきたよ。う、製造、まあいいからこっち行きな。そうだろうな、おめえの気持ちは痛えほどわかるぞ。
でもこうやって男ってのは大きくなっていくんだ。親方、親方、落ち着け落ち着け。え、どうしたい。あの、来年の3月っていうのはいつ頃来るんでしょうかね。だから俺はやりたくなかったんだよ。いいか、来年の3月っていうのは来年の3月に来るんだよ。そうですか、はあ、3月、はあ、3月、はあ、3月、はあ、ああ、しょうがねえな、おい、誰か2階に戸越しいてやんな。もう今日働かなくていい、寝ちまえ寝ちまえ。ちゃんとした人間一人ダメにしちゃったよ、おめえ。冗談じゃねえな、本当に。ってんで、さあ、それから製造さん、すっかりぼんやりしてしまう。何言ってももうピンときませんよ。おい、せいぞ、いい加減起きたらどうなんだ、おい、せいぞ。3月、おい、しょうがねえな、起きたら飯食っちゃえ、飯。3月、おい、じゃあ働け、3月、3月、おい、しょうがねえな、本当に。おい、3月、へえ、なんてんで、3月って呼ばれると返事をいたしたりしましたりなんかして。3月、3月と言って使われている、さあ、その年が暮れまして、頭の春を迎えます。1月、2月と過ぎまして、3月半ばの14日、月込屋六右衛門さんのお宅の目の真ん前に、真新しい四つ手の籠がピタッと止まります。小僧さん、え、あの、六右衛門さんのお宅だよね。そうですよ。製造さんってした子にいるがい？おりますが。おいら、ここで間違いございませんよってんで。さあ、籠の垂れをめくって出てまいりましたのが幾代太夫。これ吉原にいるときとはすっかりなりが変わります。ネズミ小紋の着物に八反と黒じゅすの合わせになった帯を胸高に締めまして、丸曲げの大一番を言いましてね、まみえを落として歯を染めて食いつくような白足袋、その立ち姿の美しさといったらございません。小僧どん、へえ、正藩が異難したら中から幾代が来たと伝えてくんなますか。へえ。親方、親方、うちにはまともなのいなくなっちゃったよ、本当。しょうがねえな。目の真ん前にいるんだよ、当たり前の声。どうしたら、出したらどうなんだ、本当に。なんで。3月が来ました。3月は製造だけで十分だよ。そうじゃないですよ、当たりも嘘だと思ってたんですけども、本当に来たんですよ。ってんでね、あたいの顔見たらニコッと笑いましてね、正犯が異難したら中から幾代が来たと伝えてくんなますかってんですよ。これどうし、魔法、何を言ってんだ、本当に。本当に来たのか、おい大変だ、おい3月、3月が来たぞってんで、さあ製造さん転がるようにして降りてくるってえと、幾代太夫の手を取って中へあげます。間に入りましたのが医者の藪一九庵でございますから、これを仲人といたしまして、高砂やこの裏船にと名宅歌い納めまして、二人は結ばれます。さあ一緒になったからには親方のうちにいるわけにはいかないというので、どっかいいところはないかなと散々探しましたところ、両国の白小路にいい塩梅の空き棚がある。さあ商売は何がよかろうかといろいろ考えましたが、元が月込屋でございますから持ち屋がよかろうってんで、源氏名そのままに幾代餅として売り出しましたところ、これが江戸中の評判になる。おう、おめえ何か幾代餅食ったかい。なんでそら、知らねえのか、おめえは。死ねえ、この野郎。幾代餅を知らねえでその辺うろうろすんじゃねえ、本当に。知らねえんだ、しゃあねえ。知らねえったっておめえしゃあねえな。中のお前、前世の花魁だ幾代太夫がよ、月込屋の若え衆と一緒になって両国の広小路でもって持ち屋を出したんだよ。花魁自らよ、あのお前白を5本並べたような綺麗な指でもって、あんを塗ってくれやがってよ、ありがとう、ありんすなんてなこと言うだろう。俺は銭だけ置いて持ち忘れてきちゃったよ。バカだね、おめえは。さあこういう身でありながら3人の子供まで儲けまして、末永く富栄えたと申します。形成に誠なきとは他が言うた、幾代餅由来の一石でございました。